さらに点差が開いています。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さんどうご覧になりますか。いや綺麗なカウンターでしたよね。仮に相手は分かっていたとしても今のようなタイミングで決められてしまったら対処が難しいですからね。見事な崩しでしたね。